皆さんこんにちは、こんばんは。アシスタント MC のリーです。はい、今回は一人での動画となります。よろしくお願いします。では早速、今回扱う試合は第26節7月22日土曜日開催、アウェー町田ゼルビア戦です。はい、またもや1位の町田ゼルビアと対戦することになってしまいました。まあ本当に前半戦戦ったのが6月頭だったんで、本当にまだ1ヶ月半ぐらいしか経ってないということで、まあこのね、首位町田相手に勝ち点がしっかり取れるのかというところ、まあ現在のね、ジェフユナイテッド千葉としてはとても大きな試合になるのではないかなと思います。はい、そして、まあ、前節ですね、第26節国立競技場で清水エスパルスと対戦があったわけなんですが、まあ試合結果としては引き分けでね、まあなんとか勝ち点1位取ることができたと。まあここら辺の振り返りはね、後ほど話していこうと思うんですが、まあ入場者数がすごかったんですよ。まあね、結構ニュースにもなってたりするんで、皆さん知ってる方も多いかと思うんですが、なんと J2 歴代最多 47,628人の観客が入ったと。まあこれ J2 ではとんでもない数字ですよ。まあ町田ゼルビア対東京ヴェルディでも、まあ3万人超えの観客だったわけなんですけど、やっぱりオリジナル10のネームバリューといいますか、集客力っていうのはすごいなというのを感じましたね。まあ我々のね、今日不在のメイン MC のプーなんか現地に行ってたようなんで、まあ雰囲気であったりね、話を聞きたかったところではあるんですが、まあ引き分けではあったんですけど、まあ勢いつく試合だったかなとは思うんですね。ということで、そのまんま、ちょっと周囲の町田ゼルビアも倒せないかなということで、まあまずは後半戦の動画ということで、前半戦第19節の試合の振り返りからやっていきましょう。はい、前半戦、まあ6月頭の試合ですね。まあ結構ジェフサポーターの方々は皆さん覚えてるというか、まあ脳裏に焼き付いてる方も多いかと思います。結果は0対2で敗戦ということで、ホームで痛い負けを喫してしまったわけなんですね。ただこちらの試合、後半のアディショナルタイムに入るまではまあ、結構互角というか、なんなら千葉がちょっと押してたんじゃないのみたいな感じの試合だったんですよ。まあ、スタッツを見ていただいても結構シュート数であったり、なんなら珍しく支配率に関しては千葉が上回ってると。本当に攻撃的な部分の数字だけ見ると、千葉も町田も互角だったんですね。本当に後半の最後の方にちょっと千葉が攻め込んで、もしかしたら勝ち点3このままの流れだったらあるんじゃないのと思っていた中で、そこのチャンスをつかみきれず、後半のアディショナルタイム、まあトントンと2点取られちゃったわけなんですね。まあこの沼田選手のゴールもそうですし、まあ藤尾選手のゴールもね、まあダメ押しというか、かなり精神的に来るゴールだったと思うので、本当に結構トラウマ級の負けだったかなとも思うんですね。本当に、ああ、ここ落としちゃうのかっていう感じの負けでした。まあ逆を言えば、町田ゼルビアがね、まあ首位に立っている理由がよくわかるなと、そんな試合でしたね。はい、まあメンバーを見ていくと、まあ基本的には両チームともに、まあ1ヶ月半前っていうこともありますけど、まあ主力どころがしっかりと試合に出てるなというイメージがあります。まあ千葉で言えば、松田陸選手であったり、西久保選手あたりが最近出てないところですね。そして、まあ、新名竜太選手。まあ、最近はね、結構、試合に絡むことが多いので、活躍してる選手ではあるんですが、この試合でプロ初スタメンということで、まあ、63分での交代ではあったんですが、まあ、存在感見せた、まあ、とてもね、高卒ルーキー、とても素晴らしい活躍してたんじゃないかな、という試合ですね。はい、一方で町田ゼルビア、これもね、本当に町田も、まあ、選手層が厚い中でしっかりとスタメンは固定化されてきてるな、という感じではあるんですが、まあ、高橋大悟選手だったり、本当にタイムリーな話題なんですが、モンテディオ山形に完全移籍が決まった高井選手だったりが、スタメンに名を連ねているということで、まあ、ここら辺が最近の町田と違うとこかなと思います。ただ基本的にスタメンのメンバー変わってないので、まあ、この試合のインパクトっていうのは、まあね、持ったまま、まあ、ちょっと考えてもいいのかなと思います。では最近の町田ゼルビアどんな状況なのかっていうところも簡単に見ていきたいと思います。はい、町田ゼルビア、前回戦った時も1位だったんですけど、引き続き1位ということで、まあ本当に成績だけ言えば申し分ない感じですね。16勝6分け3敗ということで、本当に負けが少ない、そして勝ちも多いと。で、実際に、前半戦の第19節の千葉戦以来、負けがないんですよ。で、これ何がすごいって、天皇杯とかも含めて負けがないんですよ。まあこれも本当にニュースになりましたけど、天皇杯3回戦。横浜 F マリノスに
まあ町田祇園スタジアムで4対1で完勝ですね。あの J1 の首位の横浜 F マリノスに4点取ったんですよ。いや、これはすごいですね。まあ正直ハイライトでしか試合見れてないんですけど、いやー、町田なんかこれ来週戦うのかとかちょっと思ったりはしたんですが、まあ本当にあのとても素晴らしい完成度のチームが出来上がってると、まあ本当に1位に立ったのは納得のチームですね。で、そんなチーム、まあ本当に攻撃も守備も素晴らしいんですけど、やっぱり1位に立ててる要因として、まあリーグ最小失点の堅守っていうところがとても注目ポイントなんじゃないかなと思います。まあ基本的に結構センターバックとかサイドバックっていうのは固定メンツでいるんですが、その守備を支えているのは、まあ、ここには書いてないんですけど、正ゴールキーパーのホープ・ウィリアム選手であったり、センターバックのチャン・ミンギュ選手、サイドバックのオナガ選手あたりがやっぱりね、かなりチームの肝になってるんじゃないかなっていうのは感じますね。まあ、本当に前半戦なんかは、センターバックはまあ、池田ジュラト選手であったり、あと外国人のね、カルロス・グティエレス選手であったり、本当にセンターバック層が厚い感じだったんですけど、まあ最近のスタメンは、本当にこのチャン・ミンギュ選手と藤原雄大選手、まあ二人ともね、フィジカルも強くて、あの背も高いみたいな、そんなセンターバックなんですけど、本当に守備が硬いんですよ。このセンターバックがなかなか陣形崩れることないですし、まあ、本当にサイドバックも奥山選手も、尾長選手も、かなり攻撃的な選手ってイメージがあるんですけど、まあ守備の貢献度もとても高いと。そしてやっぱりボランチもね、かなり守備的な選手っていうところで、まあ本当に守備硬いんですね。で、まあ今季ちょっと注目したい数字がありまして、まあ後半戦もね、始まって何試合か経ったということで、今季のちょっと注目したい成績、まあ勝率の部分なんですけど、町田ゼルビア、まあ先制した試合の勝率っていうのが、まあ7割超えてるんですよ。はい。まあ、4分の3勝ってるんですよね。まあ、本当に、あの、素晴らしい成績なんですよ。まあ、本当に先制した試合が20試合あるんですよね。25試合消化した中で20試合あるんですけど、まあ、15試合がしっかりと勝ちに結びついているということで、千葉としては先制されたくない試合なんですね。まあ、千葉のね、このね、勝率の部分っていうのは後のスライドでも見ていくんですが、まあ、この試合どっちが先制するかっていうところはとても大切なところになってくると思います。まあ、逆に先制された試合っていうのは引き分けだったり負けっていうことが多くって、まあ、本当に5試合中1試合しか勝ててないみたいなところがあるんですよ。で、まあ、ブラウブリッツ秋田戦であったり、まあ、かなりね、昔の話にはなってしまいますが、0対1で負けるみたいなこともあったりするので、まあ、本当に先制とっても大切だと。そして、まあ、今回ね、千葉としてはアウェーということで、まあ、町田のホームでの勝率っていうのも7割近くあると。まあ、本当に得点がない試合っていうのも少ないですし、逆に複数得点っていうのは、もうあの試合の半分以上が複数得点ということでね、まあ、守備もすごいけど、まあ、攻撃もとてもすごいよと。まあ、本当にこの数字なんで並べたかっていうと、まあ、町田が1位である理由っていうのが本当によくわかると思うんですね。まあ、しっかり先制した試合を落とさない。ホームでしっかり勝ちを拾っていくっていうところで、まあ、とてもね、素晴らしいチームなのかなと思います。はい、そして、まあ、注目選手と予想メンバー見ていきたいんですが、基本的に、この選手たちが予想メンバー、なってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、一点注目したいのは、フォワードの藤尾翔太選手なのか、ミッチェル・デューク選手なのか、ここだと思います。まあ、直近、町田ゼルビア、秋田戦だったんですけど、秋田の豪雨の影響で試合がなかったんですね。ということで結構選手たちもね、休養を経てという感じになるので、まあ、本当にどういった起用になってくるかわからないところではあります。まあ、直近のちょっと見たかったんですけどね、天皇杯を経てっていうところも。ただ、まあ、直近の試合でいくと、国立競技場の東京ヴェルディ戦、ミッチェル・デューク選手が、累積で出れなかったんですよね、試合。そこで、まあ、代わりに入ったのが藤尾選手。そしてね、しっかりスタメンでゴールも上げることができたということで、まあ、藤尾選手、前回の千葉戦でも活躍したということで、もしかしたら、フォワードでスタメンそのまま来るんじゃないかなというところ考えられますね。ということで、まあ、注目したいと。そして、まあ、一人ピックアップしてあげるとしたら、ミッドフィルダーの平川優選手。まあ、フォワード登録の選手ですかね。まあ、こちらの選手を注目したいわけなんですね。まあ、やっぱり守備は先ほど注目していきましたと。で、得点力で言えば、リーグトップの14ゴール上げているエリキ選手やっぱり注目したいところであるんですが、そのエリキ選手をアシストする選手たちがとても素晴らしいということで挙げさせていただきました。まあ、1試合の平均クロス数、まあ、4.3 本ということで、これはリーグ上位の数字なんですね。で、やっぱりこの安井選手、平川選手っていうこのサイドの選手がしっかりとチャンスメイクをすることによって、フォワードの選手たちが
まあ、得点を取れるというところはあると思うので、このサイドの選手を機能させないっていうところは千葉の守備としてはとっても大事なのかなということは思いますね。まあ、クロスであったりロングパスの成功率っていうのもね、決して低くはないですし、そしてまあ結構やっぱりサイドの選手がね持ち上がるので、ファールを受ける数も結構多かったりするんですよ。この52っていうのはあのリーグ3位の数字らしいんですけど、まあ、本当にこのサイドの選手たちに不用意なねファールとか取らせたくないんですよねっていうところもちょっと注目ポイントかなと思います。まあそれを踏まえた上での、まあ試合展開なんですけど、まあ千葉としては本当に先制して逃げ切る展開に持ち込みたい、これに尽きると思います。まあ、町田としてもね、やっぱり先制した試合っていうのは勝ちにつなげることができているので、まあ、先制したいと思いますし、まあ、千葉としても正直町田に先制されてしまうと、逆転する力っていうのは今の千葉にあるのかどうかってところですね。まあ、言ってしまえば、清水戦1対2で勝ち越した後に追いつかれちゃったんですよね。まあ、それの追いつかれないパターンを町田にしたいという感じなんですよ。ということで、まあ本当にあの守備の引き締めとかも大事だと思うんですけど、とにかくお互い先制点を取りたい、そんな試合になるのではないでしょうか。はい、一方で千葉の方も見ていきたいと思います。はい、ジェフユナイテッドちょっとね予想メンバーから見ていきたいんですが、まあ前節のスタメンちょっと踏襲しております。まあ前節スタメンちょっと驚いたところありましたね。まあ新明選手が外れたり、小林選手がスタメン外れるということで、まあ本当に久々のことなんですけど、まあ怪我なのかコンディション不良なのか、まあシンプルにね、まあ夏は暑いですからそこら辺のリスク管理なのか本当にわからないところではありますが、まあちょっと入れ替わりがあったと。でまあ前線にまあ小森選手と、まあちょっと前がかりなところで風間選手を置いて、サイドは田中和樹選手と田中俊幸選手ということで、まあ攻撃としてはかなりいい部分多かったんじゃないかなと思いますね。あのまあ清水に19本シュートを打たれて、結構ね守備としてはやられてる感じはあったんですが、千葉もねシュート11本ということで攻撃はかなり機能していたんじゃないかなと思います。まあというところで基本的にはまあいい試合だったので、まあ怪我であったりコンディション的なところを問題なければこのままスタメンは来るんじゃないかなと思っております。まあ前節2対2で終わりはしたんですが、まあ前半早いうちに神谷選手のすごいねミドルシュートでした。あれでまあ先制されて、まあその後すぐに三木選手、あれは本当にね積極性の賜物ですよ。まああそこからしっかり打つということで、まあ2分後にね同点ゴールを挙げることができ、まあ後半始まって早々左サイドからのロングパスからまあ小森選手につながり勝ち越すことができたと。しかしまあ本当にあれもね華麗なパスワークでしたけど、ベンジャミン・クロリ選手に、まあ、同点ゴールを決められてしまうということで、まあ、町田は守備がすごいぞという話をしたんですが、まあ、千葉は守備どうにかしないとねという話をしていきたいと思うんですね。まあ、守備にちょっと危うさ残るわけですよ。それはね、大宮戦であったりとか、まあ、甲府でもね、1点先制点取られたりしましたけど、まあ、そこら辺やっぱりしっかりと締めていきたいよねと。まあ、先ほど町田のスライドで先制点が欲しいという話をしました。まあ、ただこの先制点っていうのが早い段階に取れればいいんですけど、もしかしたら前半戦のように膠着した試合展開になる可能性も十分あるわけですよね。まあ、その場合はやっぱり守備がしっかり耐え忍ばなきゃいけないということで、まあ、鈴木選手と佐々木選手を挙げさせていただいたんですが、まあ、鈴木選手はもちろんのこと、まあ、佐々木選手ちょっと最近攻撃でもキーマンになりつつあるのかなというところはね見て取れるわけなんですね。まあ、このセンターバックの選手なんですけども、攻撃的にも強いところありますし、まあ、町田ゼルビア大宮戦であったりね、セットプレーでの失点っていうところもあったりはしたので、まあ、この二人のちょっとね攻撃的な期待もしたいと。でまあ、今季のちょっと千葉も勝率だったり失点の数っていうのを見ていきたいんですが、まあ、本当に今年の千葉後半の失点がちょっと多いと。まあ、そしてね、アディショナルタイムにも3失点してしまっているということで、本当に集中力っていうところが、町田大切になってくるかと思いますね。7月頭の、第23節に、大宮アルディージャが前半に2点取って、まあ、そして、まあ、最後、後半43分に逆転ゴール決められて負けてしまうみたいな試合があったりしたんですけど、まあ、それはちょっとやめてほしいと。そして前半戦の再来とかはね、ちょっと厳しいよね、というところと、まあ、勝率なんですけど、千葉も先制した試合なんと6割5分なんですよね、勝率が。まあ、とても素晴らしいわけなんですよね。まあ、11試合で7勝してるわけなんですよ。逆に先制された試合14試合あるんですけど1勝しかしてないんですよ。これ本当に
ひどい数字だと思いませんか？ 7% っていう。まあもちろんね、引き分けの試合とかあったりするんですけど、先制されたら勝ち目がないと。まあ本当にね、唯一の勝ちがこの前の甲府戦だったりするんですけど、まあ町田相手にやっぱり2点3点取ることができるのかというところでね、しっかり守備を引き締めた上で、まあ先制点を狙いに行く、そんな試合展開期待したいと思います。はい、そして注目選手が鈴木選手挙げさせてください。まあ今季ね、4試合出場ということで、まだね、1完封ではあるんですが、この4試合中1試合はね、途中出場ということで、まあこのね、数字も素晴らしいものではないのかなと思うんですが、まあ鈴木選手、まあ2019年からジェフユナイテッドに加入して、まあ出場試合がね、この前の試合も含めて25試合あるんですけど、まあその5分の1が完封してるんですね。で、まあ5試合だけかよと思うかもしれないんですけど、一番試合に出ていた2019年っていうのは、まあサポーターの方はご存知かもしれないんですけど、守備が崩壊していた年だったりするんですよね。っていうことも考えると結構鈴木選手安定感光るんじゃないかなと。で、実際今季、まあ4試合だけですが、ペナルティーエリア内でのセーブ率7割超えてるんですね。で、ペナルティーエリア外からのシュートのセーブ率も6割超えてると。で、結構荒井選手の数字とかと比べても鈴木選手の安定感光るんじゃないかなということで、やっぱりね、攻撃陣がすごいチーム。まあ本当にどこかで後半戦ゴールキーパー使いたいなと思っていたところなので、ちょうどいいかなというところでね、まあ鈴木選手になってからの守備っていうところもちょっと注目したいと。で、この町田戦が、この鈴木選手が荒井選手から正ゴールキーパーを取るにあたってのとってもね、大事な試合になってくるんじゃないかなと、ちょっと僕は見ております。はい、で、まあ一応試合展開というか、注目したいところなんですけど、やっぱり守備を引き締めてほしいと。で、攻撃はカウンター有効的に使ってほしいですね、という感じですね。まあ本当に町田側のスライドでもちょっと言いましたが、清水戦の追いつかれないバージョン、ちょっとね、やってほしいなと思います。まあ、あの試合、先制された試合にはなるんですけど、しっかりと勝ち越した後に、守備をもう一回引き締めると。で、攻撃もね、2点目のような、ロングパスからの一戦、みたいな、そんなね、シュートが、2点目ができるんだったら、町田にもね、得点するチャンスあると思うんですよ。っていうところはね、しっかりと積極性あったと思うので、攻撃は見習ってほしいなと。まあ、結構前節ね、攻撃は積極性あったと思うので、引き続き町田にもね、それを見せてほしいなと思います。はい、本当に町田も千葉も結構最近ね、補強の話がいろいろ出ておりますよね。本当に町田はバスケスバイロンであったり、鈴木選手補強して、まあ、千葉は一方でドゥドゥ選手が加入。でも末吉選手が岡山へ、みたいなね、話。まあ、これはちょっとね、末吉選手であったりの話は、まあ、多分登録期間が21日の金曜日からなんで、まあ、次回の動画でね、いろいろ話していこうかと思うんですが、まあ、そんな後半戦、首位の町田ゼルビアに勝てるのかどうか、ここ本当に大切だと思います。まあ、来週の動画、レノファ山口戦ということで、まあ、フルメンバーでね、いろいろ盛り上げられたらと思います。ではまた来週、勝ってお会いしましょう。柏には負けられない。Oh.